い時は泣いたらいい、笑いたい時は笑えばいい、食べたい時は食べればいい。エアコンフェア第2弾6月20日まで大好評継続中です。エアコンフェアで工具を揃えて本格的な夏に備えていきましょう。プロストクヌーズボル32。この新聞は毎月プロの日26日に発行しているプロストック新聞の YouTube 版です。今回は5月26日に発行した第52号新聞の記事をムービーとしてお届けしています。プロストック全24店舗では紙版の新聞を無料配布しております。こちらもよろしくね。エアコンフェア第2弾6月20日まで大好評継続中です。エアコンフェアで工具を揃えて本格的な夏に備えていきましょう。4月21日より開催のエアコンフェア第2弾メーカーの新商品を追加して大好評開催中です。空調業者様必見の空調工具はもちろんのこと、プライベートでも使用可能なアウトドアグッズや51号の新聞で新商品としてご紹介したマキタユーザー様待望の 18mm 充電式ハンマドリルも取り揃えております。こちらのハンマドリル囚人システム付きと別売りモデルをセット品と本体のみでそれぞれ販売いたします。その他にも魅力的な新商品を取り揃えておりますので、お客様が気になっていた商品があること間違いなしです。おすすめ商品の一つがニックスオリジナルの新商品脚立専用ツールバッグ BA の KTB です。こちら脚立を畳んだ状態でも工具を入れたままで持ち運び可能な設計となっており、工具を出したりツールバッグを外す必要がありません。バリスティックの生地を採用しているためメンテナンス性に優れた商品となっております。さらにニックスの建築用シャープペンもセール商材となっています。真鍮素材で小赤道コラボの商品ですので、ニックスユーザーのお客様におすすめの一品です。そして今回のセールの目玉となる商品がマキタの新商品充電式電子レンジ MW001GZ です。マキタの 40V バッテリーを使用することで場所を問わず温め可能となっています。庫内寸法は幅 255mm× 高さ 120mm× 奥行き 241mm となっており、大きなお弁当も入ります。 40V バッテリー BL4080F8Ah を2本装着の場合、出力 500W で約35分加熱可能ですので、アウトドアや災害時の備えとしても有効活用できます。マキタファンならずとも欲しくなる一品です。さらに大人気だったアネックスのエクステンションホルダー AEH シリーズから250mm と 300mm が新たにラインナップに加わりました。もちろん 18V と 40V 対応商品です。 M3 から M10 までの各種スパイラルタップも在庫しておりますので、ネジ山の修正作業などに使用できます。今回のエアコンフェアで工具を揃えて本格的な夏に備えていきましょう。皆様のご来店をプロストック全店でお待ちしております。職人さん必見業界ニュース。能率からニツの強開発技術を搭載した新モデルが登場。湯回り設備メーカーの株式会社能率は、コロナ禍で高まった衛生意識、超高齢社会による入浴事故、世界ワーストレベルの日本人の睡眠不足、これら2030年に日本が抱えるであろう社会課題を解決すべく、新商品戦略日本のお風呂もっときれいにプロジェクト発表しました。同プロジェクトにはアース製薬株式会社、ジョンソン株式会社、株式会社東方が賛同し参画しています。また同日には業界初のオゾン水除菌ユニットアクアオゾンと人体熱モデル技術ヒート搭載したガス風呂給湯器 GTC72 シリーズのほか、
無線 LAN 対応、高機能リモコン RCK001W を発表しました。オゾン水除菌ユニットでは見えない配管を除菌して排水口の気になる匂いを抑制し、 LED UV 除菌ユニットでは浴槽内のお湯を UV 除菌します。 99.9% 以上の除菌水を生成する W 除菌が可能となりました。人体熱モデル技術では長湯によるのぼせ対策に目安の体浴時間を浴室リモコンでお知らせするホット湯上がりモードと就寝予定時刻に合わせておすすめの入浴開始時刻や入浴時間をお知らせするあったか睡眠サポートモード搭載しています。お湯を沸かすだけではなく、綺麗なお風呂と最適な入浴時間の推測を可能にした付加価値のあるモデルとなっています。新モデル GTC72 シリーズは2023年7月3日発売予定です。株式会社ノーリツはこの新モデルを年間約30万台販売する計画を立てています。これからの時代、一般的に普及するかもしれません。2023年7月初旬、プロストック三郷店オープン予定。郵便番号 341-0005 埼玉県三郷市彦川戸1-313-1、電話 048-949-6137、 ファックス 048-949-6138、 E メールプロストクミサト @小泉g.com.co.jp。注目の新商品情報その1、光り輝く大空高く燃える職人の闇を切り裂く LED ヘッドライト、田島キープジャストシリーズ。季節は初夏、日の長さも1年で最も長い時期でもあります。とはいえ、電気の通っていない場所や地下など暗所での作業をする機会ももちろんあることでしょう。そんな暗所作業の強い味方となる LED ヘッドライト、キープジャストシリーズが田島より新登場します。これは従来品では電池切れ間近になると光量が落ちて暗くなり作業にも影響が出がちでしたが、今回 LED の起動一定に保つ低電流回路を新たに搭載。これにより使い始めから電池切れまで同じ明るさを保ちながら作業が可能となります。照射モードも3つ用意されており、作業条件に応じたモード選択により最適な明るさでの作業が行えます。加えてワンプッシュで一時的に最大明るさを短時間10秒間照射するブースト機能も搭載。これはヘッドライトの新しいスタンダードの予感、要チェックです。特設ページはこちら、スキャンヒア。注目の新商品情報その2、広範囲を照らせるコンパクトワークライト登場。マキタ ML011G ML817、 あのマキタから手のひらサイズのワークライトが発売。小さいから場所を選ばずに置くことができる。広範囲を照らせて照射範囲も全面横面上面の3段階で切り替えが可能。電源オフ時の照射モードを記憶してくれるメモリ機能付き。もちろんスマートフォンや各種 USB 機器の充電もできちゃうので、アウトドアや災害時の備えにも最適。 40V 用 ML011G と 18V 14.4V 用 ML817 の2種類があるので、今お持ちのバッテリに合わせてお選びください。詳しくはプロストック各店へお問い合わせください。 40V MAX シリーズの動画は一つ前の画面の QR コードから
どうぞ。裏面トップ記事、今月渾身のおすすめ商品、濡れた表面でも強力接着、伸長性に優れるレクセルクリアチューブ。今月のおすすめ、今月の商品、濡れた表面でも強力接着、伸長性に優れるレクセルクリアチューブ。今回紹介する商品はレクセルクリアチューブです。接着性、伸縮性、透明性に優れており、従来のシリコーンシーラントより19倍も透明度があります。また水性油性の塗装をすることができるので、濡れた表面でも強力接着し、防カビ剤配合で水回りの補修に最適です。プライマーによる下地処理が不要で、多くの素材に強力接着します。さらに伸縮性に優れており、ちぎれずによく伸びます。レクセルクリアは非常に透明度が高いので、間違えてはみ出してしまっても目立ちにくく、マスキングテープを使用しなくてもきれいに加工することが可能です。写真にもありますが、見本がありますので、どれくらい透明なのかぜひご覧ください。あらゆる素材に接着可能な商品ですので、一度購入を検討してみませんか。補助金情報知って損なし、激アツ子どもエコスマイ支援事業。子どもエコスマイ支援事業はご存知でしょうか。こちらは2023年3月31日から交付が始まっているリフォーム関連の補助金制度です。次の表の A 群の1から3に該当するリフォームが必須条件となり、 B 群の4から8は必須条件と同時に行う場合のみ補助対象となっています。3には取り寄せすることができる節水型のトイレ水洗も対象製品として入っています。申請するのが面倒という方も安心してください。小泉グループでは電話でのサポートや補助金申請代行を行っています。補助金を利用したワンランク高いグレードのリフォーム提案をしてみてはいかがでしょうか。気になる方はプロストックまでお問い合わせください。こちらの表の A 群と B 群に注目。プロストックで工具盗難保証サービス受付開始。この度プロストック全店が工具盗難保証サービスの認定店となりました。愛用の電動工具を盗まれたという残念な話をよく耳にします。そんな時に工具防犯登録を行っておくと、発見時の所有者特定に役立つのですが、もし見つからなくてもこの工具盗難保証サービスに加入していると、代替品がお手元に。本サービスは20万円以下税別の工具が対象で、お買い上げから1年間に盗難の被害に遭った場合、新品の代替品をお渡しするサービスです。加入費用として工具購入価格の 7% 相当の金額と防犯登録システム登録料500円がかかります。プロストック各店の店頭にて加入受付中ですので、ぜひお問い合わせください。こだわりの一品、ジビエキッチンカータカコの鹿肉、イノシシ肉の串焼き。プロストック府中店に不定期に出店しているジビエキッチンカータカコの鹿肉とイノシシ肉の串焼きのご紹介です。ジビエと聞くと臭みがあるんじゃないか、硬いんじゃないかと心配になる方も多いんじゃないでしょうか。こちらのお肉はそんな心配はございません。鹿肉もイノシシ肉も炭火でじっくりと焼かれ、臭みは一切なく柔らかくて絶品です。このお肉を楽しみに遠方からいらっしゃる方もちらほら。串焼きの他にも鹿肉弁当、鹿肉カレー、鹿とイノシシのジビエ丼など、その時々で様々なメニューが食べられることもあります。ジビエは食べたことがないという方はぜひ一度召し上がってみてください。
病みつきになるはず。今後も府中店ではキッチンカー高子さんとコラボしていきますので、ご来店お待ちしております。アプリ使ってる？梅雨の季節にはこのアプリ。雨降るコール。6月は梅雨の季節となります。外出先で急な雨などで傘が用意できずに服が濡れてしまうことがあると思います。そんな時におすすめ、今回紹介するアプリは雨予報に大変便利な雨降るコールをご紹介いたします。雨降るコールは設定した地点に1時間以内に降水が予想される場合、事前にお知らせを受信できる降水予報アプリです。アプリをダウンロードし、調べたい場所を設定するだけで自動的に降雨量の事前通知を受け取れます。プッシュ通知のため、常にアプリを起動しなくても通知を受け取ることが可能。また1時間以内に雨が降ると予報された場合、予報の発表時刻と雨の強さをプッシュ通知でお知らせし、一覧画面では10分ごとの天気予報を確認ができます。急なゲリラ豪雨の対策か梅雨季節には大変便利なアプリです。急な雨が降る可能性があるときに、このアプリを使って外出前に目的地を設定すれば傘も用意ができるので、雨対策もバッチリ。梅雨の季節が近づいておりますので、ぜひ使ってみてください。今月の漫画プロストックあるある、問い合わせ先を間違える、作山見。お問い合わせ、プロストック千葉市川店の安井でございます。塩ビの次手今日取りに行くから取り置きしておいて。かしこまりました。お客様来ないな、連絡してみよう。もしもし、いつ頃引き取りに来られますか？え、ごめん、野田店に連絡したと思ってた。キャンセルで。キャンセルですね。他の店舗と間違えて電話をされる方が多い。帰ったよ。腹が減ったよ。晩ご飯はこまい炊き込みご飯よ。え、こまい、おう。こまいの炊き込みご飯の作り方です。まず、こまいの干物を 50g、これは骨のないものがいいな。あとはお米を2合に昆布だし 3g とこまいを入れて、いつもの水加減で炊くだけです。炊き上がったら盛り付けに青しそなどいかがでしょう。プロストックニューズボリューム32、スタッフ紹介、尻にニュース担当、拡張版音や4コマ漫画、服部4コマ漫画、京子4コマ漫画、オーレンお料理担当。今回の BGM のご紹介、全曲佐賀のミュージシャン江口信弘の楽曲を使用させていただいております。1曲目明日晴れるや、2曲目トラブラー、3曲目ミスターホーブ、ほんと良い曲なんです。4曲目歩いて帰る日には、この番組へのご感想などございましたらぜひお聞かせください。オレンでした。さようなら。少しずつ道
今からラーメンを食いに行きます。